皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。トミヤと。ということで今日はきょんさん、ミニトマトも取りすぎて困っているので、無水トマトカレー以外にも大量消費できるレシピがあれば教えていただけると嬉しいです。というリクエストいただきましたので、今日はミニトマトや夏野菜をたっぷり使いながら、焼いて調味料につけるだけで、夏に美味しく食べれるような夏野菜たっぷり冷やしおでんを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、ではまずミニトマトの、今日ねヘタがついてないんですけど、ヘタある場合はヘタ取って使ってください。ヘタ側と反対に1箇所穴を開けていきます。穴を開けたら耐熱容器に入れ、熱湯を注ぎ入れ、30秒経ったらお湯を捨てて水で冷やしていきます。はい、ではこの穴を開けたところからピリピリっと皮がめくれるので、テロンと皮を剥いていきます。ちょっとめくれないやつは少しお湯につける時間を増やして剥いてみてください。で、このヘタの部分がちょっとね汚れが目立つようだったら切り落としておいてください。オクラ8本は先端を切り落とし、ガクを取り除いたら塩少々振って板ずりし、水できれいに洗い流し、かぼちゃ 300g は種と綿を取り除き、 1.5 センチ角程度の食べやすい大きさに切ったら耐熱容器に入れ、ラップをして600ワットの電子レンジで3分ほど菜箸が通る程度まで加熱しておきます。ウインナー6本に切り込みを入れ、ちくわ2本を食べやすい大きさに切ったら、フライパンにオリーブオイルを加え、フライパンと油を温めたら、切った材料をフライパンに加えて焼き色をつけていきます。トマト入れておいた耐熱容器に入れていきます。では保存容器に食材を入れたら、水 300ml に白だし 50ml を混ぜ合わせ、食材を入れておいたタッパに流し入れていきます。これはだいたい食材が浸る程度、今回白だしとお水は1対6の割合で合わせてあるので、ちょっとこう耐熱容器が深いとか食材浸りにくい場合は1対6の割合でだし汁増やして作ってみてください。はい、ではだし汁を加えたら、上からラップをかぶせて、このまま30分ほど置いて粗熱を取り、粗熱が取れたら冷蔵庫で1時間から2時間ほど漬け込んでいきます。はい、では今1時間から2時間ほど漬け込んで、食材に味がしっかり染み込んだら完成です。で、今回これでだいたい3人前とかね、4人前くらい結構たくさんあるので、作り置きする場合はだいたい3日から5日を目安に食べきるようにしてみてください。ではあとお皿に盛り付けていきましょう。ではあと全体に漬け込んだだしもかけていきます。 OK。ではこんな感じで焼いて調味料につけるだけ、夏に食べたい冷やしおでんの完成です。じゃあ今こんな感じにできました。
はい、では今回は焼いて調味料につけるだけ夏野菜の冷やしおでんを作ってみました。それでは本日はカルピスサワーで乾杯。乾杯。くー、おいピス。じゃあ早速いただきましょう。今回は他にも結構ねミニトマトのリクエストいただいてたので、ミニトマト使いつつ夏野菜もいっぱい使ってささっと簡単に作れるような冷やしおでんを作ってみました。じゃあまずミニトマトからいただきましょう。いただきます。うん、リコピン。あ、しみしみやね味。うん、ミニトマトの皮を剥いてから調味料につけることで味がしっかりミニトマトに染み込みつつ、皮がないので食べやすく舌触りも良くなって、蓋を取って片側に穴を開けて、あとはねお湯入れておけば皮って火が通って皮がつるんとめくれてくるので、ほんとちょっとこうね手を入れるだけなんですけど、すごく美味しく食べれると思います。じゃあこのかぼちゃとかねオクラもいってみましょう。全然そのままでも美味しいんですけど、お好みでちょっとこうわさびつけたり、まあ、ウインナーとかはねマスタードとかつけたりしながら食べてみてください。うん、あ、かぼちゃめちゃくちゃ美味しい。で、野菜も下処理をしてちょっとこう多めの油で揚げ焼きすることで、おでんと言いつつちょっとね揚げ浸しみたいな感じなんですけど、野菜にしっかり味が染み込みながらも油で炒めて旨味が漬け汁にグッと出た感じがすごく美味しく仕上がってます。で、トマトをねやっぱメインに使ってるので、炒める油オリーブオイルでやると全体のね風味がよくあって美味しく仕上がると思います。で、これかぼちゃがめちゃくちゃ美味しい。なんか夏場はほんとかぼちゃすごく時期なので、じゃがいもとかをね入れてもいいんですけど、かぼちゃ入れるとこのかぼちゃの甘みめちゃくちゃ美味しいです。うん、ウインナーを入れることでこのウインナーの旨味が漬け汁にじわっと出ながら、トマトとウインナー合うので、すっごいミニトマトいっぱいある人はこのミニトマトとウインナーでいいくらい、ほんとこの組み合わせすごく美味しいので、入れることによってね一緒に美味しく食べれると思います。今回の分量で、まあ、大体3人前とかくらいあると思うので、食べきれない場合作り置きしといて、ほんとこの漬け汁がすごく美味しいので、これをね夏場そうめんとかにかけながら食材が悪くなる前に食べきるようにしてみてください。うん、はい、ということで今日はミニトマトをたっぷり使った冷やしおでんを作ってみた動画でした。今が美味しいミニトマトや夏野菜をたっぷり使いながら、多めの油でさっと揚げ焼きして、あとは調味料につけておくだけで暑い時期にも簡単に作れてひんやり美味しく食べるレシピだと思います。味付けも白だしでシンプルに、夏野菜の美味しさを存分に味わえるようなすごく美味しいレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイおでーん。かぼちゃブームが到来しそう。